どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルに9泊するとですね、ダイヤモンドステータスになれるステータスマッチについてね、解説やっていきたいなと思います。ヒルトンホテルのね、ステータスマッチに関しては私の動画でね、結構取り上げさせていただいてるわけなんですけども、気がつけばね、もう2021年も9月ということで、今現在ですね、ヒルトンホテルのステータスマッチっていうのは条件が緩くなってるんですよね。ですのでこちらを利用するのもですね、あとね数ヶ月で今年終わってしまうっていう風になりますんで、今一応ですね、今回ね解説やっていきたいなという風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですね、解説入っていきたいなと思うんですけども、先日ですね、こちらの動画皆さんね見ていただけましたでしょうかね。ヒルトンホテルは2022年の特別対応っていうのをもうすでにね発表しているんですよね。ですのでもしね見られてない方はですね、こちらもねぜひねチェックしていただければなと思います。でですね、ヒルトンホテルのステータスっていうのは本来ですね、宿泊日数を稼いで、まあ何泊以上するとステータスがねもらえるっていう制度ですよね。でですね、2021年に関してはこんな感じになってるんですよね。本来2020年、これが普通の期間なんですけども、ダイヤモンドステータスあれば本来60泊するとダイヤモンドになれるっていった形になっておりまして、まあそれがですね2021年に関しては条件緩和ということで、このようなね状況を考慮してですね、30泊もしくは15滞在もしくは6万ポイントのベースポイントを稼いでいただくとダイヤモンドにねなれるっていった形になるんですよね。ですので2021年に関しては本来のね必要日数の半分でねステータスが獲得することができますよっていう感じなんですよね。でですね、今回の動画ではですね、ステータスマッチということで、ステータスマッチの方もですね2021年に関しては条件がね緩和しているんですよね。でステータスマッチって何ですかっていうね方もね、私の動画ね見られてる方いらっしゃるかもしれないんですけども、ステータスマッチっていうのはホテルプログラムの種類にはですね、ヒルトンの他にマリオットだったり IHG だったりアコーだったりね、まあいろいろありますよね。で私みたいにですね、まあ私はヒルトンとマリオット両方ともねステータス持ってまして、まあ実はね、あの ANA のダイヤモンド持ってますんで、 IHE のねステータスも持ってたりするんですけども、まあ他のねホテルプログラムのステータスね保有されている方はヒルトンのねステータスマッチを行って、ヒルトンのステータス一時的に上げますんで、ぜひ体験してみてくださいみたいな、まあそういった感じのがですね、このステータスマッチっていう制度なんですよね。でこのステータスマッチをね申請していただいて、一定期間にですね宿泊日数ね稼いでいただくと、いついつまでねホテルのステータスを付与しますよっていうのがヒルトンのねステータスマッチっていった形になるんですよね。でこのヒルトンのねステータスマッチなんですけども、半年前ぐらいだったかな、ちょっといつだったか覚えてないですけども、一応ねサーバーダウンでページなくなったんですよね。ですんで結構その時ね大騒ぎになりまして、これはもうヒルトンステータスマッチできないのかみたいな感じになったんですけども、それもね数日後にね復活したっていった形になりまして、つい最近ね1週間前にもですねサーバーダウンしてまたねあのページ見られなくなったんですけども、先日ねページ復活したんですよね。まあどんだけねサーバーが弱いのかっていう感じなんですけども、まあヒルトンのねホテルのページ開いても、まあねなんかマリオットとかにね比べるとですね、結構ねうまく表示されなかったりね、まあそういった感じで、まあサーバー弱いのかなっていう印象ねちょっとあるわけなんですけども、2021年のですねヒルトンのステータスマッチの緩和されている条件がねこちらなんですよね。まあこちらちょっと英語になってるんで分かりづらいかと思うんですけども、ゴールドステータスの場合ですね、ステイ5ナイトって書いてありますよね。ですのでこちらはですね90日以内に5泊していただければ2023年3月31日までゴールドステータスをね付与しますよっていう条件なんですよね。でダイヤモンドに関してはですね、ステータスマッチ申請後90日以内に9泊すればですね、2023年の3月31日までにですねダイヤモンドステータスを維持することができるっていった形になってるんですよね。いやかなりね条件緩いですよね。まあ、今回ねちょっとメインで話したいのはダイヤモンドステータスっていう風になっておりまして、ゴールドステータスもね5泊でなれるのはね非常にいいんですけども、ヒルトンゴールドステータスを5泊でねゲットするぐらいだったらですね、ヒルトンアメックスね、今入会キャンペーンパワーアップしておりますけども、ヒルトンアメックスありますよね。あちら年会費1万5000円かかるわけなんですけども、まあ、ヒルトンホテル5泊するよりかはですね、こちらのクレジットカード発行していただければ一撃でゴールドステータスね獲得することができるっていう形になっておりますんで、まあ、今回はですね
ダイヤモンドステータスね、メインでね話していきたいなと思います。ちょっとね話は脱線しましたけども、ヒルトンのダイヤモンドステータスに9泊でねなれるっていうことになりますんで、かなりすごいですよね。まあ、本来ですね、ダイヤモンドステータスっていうのは60泊するとまあ、もらえるステータスで、まあ、2021年に関してはこの状況をね考慮して、まあ、30泊っていう風になってるわけなんですけども、それがですねこのステータスマッチで利用していただくとですね、9泊でねダイヤモンドステータスになれるんですよね。ですんでステータスマッチを行ってですね、ちょっと安めのホテルですね、ヒルトン成田とか、ダブルツリーバイヒルトン那覇とかですね、そういった価格がね安いホテルにね9泊ねしていただければ、こちらね連泊でも OK っていう風になっておりますんで、ダイヤモンドステータスね2023年の3月までね維持することができるっていった形になってるんですよね。かなりすごいですよね。それでは次にですね、ステータスマッチということで他のねホテルプログラムを申請していただいてね、このヒルトンステータスマッチっていうのを行っていただくわけなんですけども、こちらね利用するには条件がありまして、まずですねヒルトンのステータス、現時点でのステータスですね、シルバー会員の方もしくはメンバー会員の方限定っていう風になっておりまして、今現在ですねゴールドステータス保有されている方はですね、このステータスマッチっていうのは利用することができないんですよね。ですのでこの点はねご了承ください。9泊でねダイヤモンドステータスになれますので、ゴールド保有されている方もね利用したいと思うんですけども、ゴールドステータスの方はですねちょっと利用することがねできないっていった形になってるんですよね。でですね、ステータスマッチということでステータスマッチする元のねホテルプログラムがね必要っていう風になりますよね。ということでどこかねホテルの上級会員ね保有されている方でないと、このねステータスマッチはね利用することができないっていった形になるんですよね。でですね、ステータスマッチできるホテルプログラムなんですけども、マリオットIHG、ハイアット、ベストウェスタン、その他ということで、多分ね、アコーホテルとかでもね、できると思うんですけども、まあ、マリオットボンボイと IHG っていうのがね、入っておりますので、マリオットボンボイホテルっていうのはですね、SPG アメックスね、ありますよね。あちら保有されている方は、マリオットボンボイのね、ゴールドステータスっていう風になっておりますんで、SPG アメックスね、保有されている方に関してはですね、ゴールドステータスでステータスマッチすることができます。またね、IHG っていうのはですね、こちらはアンバサダーっていうね、あのステータスがありまして、こちらね、有料プログラムで200ドルね、かかるわけなんですけども、こちらね、200ドル払うと、プラチナアンバサダーっていうね、ステータスになることができるんですよね。ですので、まあ200ドルということで、2万円ちょっとね、かかるわけなんですけども、こちら払っていただければですね、プラチナアンバサダーになってですね、ステータスマッチね、申請することができるっていった形になるんですよね。で、次に条件としてですね、宿泊実績が必要になります。ですので、まあ、SPG アメックスね、保有されている方も、この IHE のね、プラチナアンバサダーね、なった方であってもですね、宿泊実績はね、1年以内にないとですね、このステータスマッチ自体がね、通らないっていう風になりますんで、まあ、一泊でもですね、確実にしてからね、申請ね、していただければな、という風に思います。それでは次にですね、ちょっとね、ここに携帯の画面ね、出しておきます。これがね、ヒルトンホテルのステータスマッチのね、申請のホームページっていう風になっておりまして、ここはね、よくサーバーダウンね、起こすところなんですけども、概要欄にね、公式サイト載せておきますので、そちらからね、アクセスしてください。でですね、こちらにパーフェクトマッチっていうのがね、書いてありますよね。ちょっと英語サイトで読みづらいかと思うんですけども、マッチトゥーゴールドということで、ステイ5ナイト、アップグレードトゥーダイヤモンドということで、ステイ9ナイトで、ダイヤモンドっていうのはね、記載あると思います。で、下の方にね、行っていただくとですね、で、こちらに、リクエストステータスマッチということで、ヒルトンホテルね、会員、登録されている方はですね、こちらね、会員ログインしていただいて、利用していただくっていった形になります。もしね、ヒルトンのね、会員自体をね、保有してない方はね、この Join for Free っていうところで、会員登録ね、していただきます。で、その次にですね、下に、セレクトホテルロイヤリティプログラムっていうのがね、あると思いますので、こちらでですね、マリオットなのか、IHG なのか、ワールドオブハイアット、ベストオブスタン、チョイス、プリビレッジ、アナザーということで、こちらでね、選択していただきます。で、こちらにですね、2つね、ファイルを選択っていうのがあると思うんですけども、1つはステータスのスクリーンショットですね。で、もう1つはですね、宿泊実績ですね。こちらを2つね、添付していただいて、
私はロボットではありませんをね、クリックしていただいて、あとね、規約等々にね、下にチェック画面がありますので、こちらね、リクエストステータスマッチナウっていうのをね、クリックしていただきます。そうするとですね、審査が行われるっていう風になっておりまして、で、注意していただきたいのはですね、このステータスのスクリーンショットありますよね。それと一緒に宿泊実績をね、添付していただくわけなんですけども、こちらはですね、英語表記のですね、スクリーンショットが必要っていう風になりますんで、これね、日本語で送らないようにしてくださいね。おそらく日本語だとね、通らないと思いますので、この点をね、注意していただければなと思います。こういった感じでステータスマッチね、申請していただければなと思います。で、私が2020年にですね、ステータスマッチを行った時にですね、実際何日かかったかみたいな話もですね、こちらの動画でね、解説しておりますので、気になる方はね、こちら見ていただければなと思うんですけども、このヒルトンのね、ステータスマッチね、申請しますよね。で、いくら経ってもですね、返信がないみたいな、まあそういったこともね、あるんですよね。で、ある程度期間が経って10日とかね、1週間とか経ってですね、連絡が来ないようであればもう一回ね再申請するようにしてください。このねヒルトンホテルのステータスマッチ自体もですね、私の場合は一度確認メールみたいなのが来て、でそれに返信してまた3日とか経ってですね返信が来てステータスがゴールドになったみたいな、そういった感じでしたので、これね人によって違うんですよね。ステータスマッチ申請してすぐねゴールドになる人もいれば、私みたいにね返信が来てそれに返したらゴールドになるとかね、返信もね何にもない方もねいらっしゃるという風になりますんで、ちょっとですねこの再申請もねたまに入れといていただいてですね、しばらく経ってもね連絡ない場合はですね、ぜひねするようにしてください。これね私も確か私も再申請したんだだよな、確か一回申請して確か来なかった気がしますね。でそれで再申請したらメール来て、でそれを返したらゴールドみたいな、確かそんな感じだったと思いますので、まあこの再申請もね必要っていうのはですね、ぜひねちょっと面倒かもしれないんですけども頭入れといていただければなと思います。それでは次にですね、ヒルトンゴールドダイヤモンドステータスのね特典ねおさらいしておきたいなっていうふうに思います。こちらゴールドステータスとダイヤモンドステータスね見ていただきたいなと思うんですけども、まずゴールドステータスですね、今回の動画ねダイヤモンドメインでね話してるんですけども、一応ねゴールドの方も紹介していきたいなと思います。ゴールドステータスになるとですね、まずベースポイントに 80% のボーナスポイントがねもらえるっていう風になります。でですね、大きい特典としてはですね、レイトチェックアウトが利用することができます。こちらは混雑状況によって利用するっていう感じですね。あとスタンダードルーム特典ということで5泊目無料ですね。こちらは現金で宿泊した場合ではなくてポイントで宿泊した場合ですね、まあマリオットにもありますよね、5泊ポイント予約をすると5泊目が無料になるっていう特典ですね。ですんで実質4泊のポイント数で5泊分がね宿泊することができるっていった形になるんですよね。こちらね現金ではなくてねポイント宿泊の時のね話っていう風になりますんで、こちらも覚えておいてください。あとですね、客室のアップグレードですね。ゴールドステータスの場合はエグゼクティブクラスまでということで、スイートルームはね対象にならないんですよね。ですけども空室状況によってはですねアップグレードねしていただけるっていう形になります。それでは次にダイヤモンドステータスなんですけども、ダイヤモンドステータスになるとですね、ベースポイントの 100% のボーナスポイントがねもらえるっていう形になります。でですね、 Wi-Fi がですねダイヤモンドステータスになると、ゴールドまではですねスタンダードのスピードの Wi-Fi になるわけなんですけども、ダイヤモンドになるとですね、その1個上のプレミアムっていうね、Wi-Fi が利用することができるっていった形になるんですよね。でですね、こちらに関してはですね、私が泊まっている感じだとですね、ゴールドとダイヤモンドで Wi-Fi が分かれているホテルっていうのは、日本国内にあるんですかね？ちょっと私は体験したことがないので、もしかしたら海外とかでね、あるのかなっていうふうに、思います。日本国内でね、分けているところをもしね、知ってる方いらっしゃったらぜひコメントいただければなと思います。で、それ以外の特典としてはですね、スタンダードルーム特典もね、500円無料、もちろんダイヤモンドでも利用することができます。アップグレードに関してなんですけども、
ダイヤモンドになるとですね、スイートルームが対象になるんですよね。これね、本当に大きいね、特典っていう風になります。私もね、コンラッド東京ね、宿泊しましたけども、こちらね、スイートルームね、アップグレードいただきました。あとね、ヒルトン東京もね、ダイヤモンドステータスになって初めて行ったんですけども、ジュニアスイートね、アップグレードいただきましたので、ヒルトンダイヤモンドステータスね、本当にすごいな、という風に思いました。で、ダイヤモンドステータスのね、一番の大きいところはやはりね、エグゼクティブクラブラウンジの利用ですかね。こちらはダイヤモンドステータスになるとですね、一番安いね、客室を予約してた場合であってもですね、クラブラウンジっていうのがね、利用することができて、そこでね、ソフトドリンクであったり、時間帯によってはですね、アルコールなどもね、無料でいただくことができるっていう形になるんですよね。やはりね、このクラブラウンジはね、利用できるか利用できないかでですね、ホテルステイね、かなり変わるかなというふうに思いますので、本来ね、このクラブラウンジっていうのは、クラブフロアっていうね、結構高い客室、もしくはスイートルームね、宿泊された方が入れるところなんですけども、このヒルトンのね、ダイヤモンドステータスを保有していると利用することができます。で、それ以外にはですね、ダイヤモンド会員資格の延長ということで、こちらね、ダイヤモンドステータスエクステンションっていうね、ステータス特典なんですけども、こちらね、条件がありまして、条件を達成していると、ダイヤモンドステータスをね、1年間延長してくれるんですよね。で、条件がですね、現在ダイヤモンドメンバーで少なくとも3年間ダイヤモンドステータスをね、獲得する必要があるっていった形になっておりまして、またですね、合計250泊以上の優勝の宿泊、もしくは特典宿泊を完了した方ということで、こちらね、結構ハードルが高いんですよね。もしくは、現在ね、ダイヤモンドメンバーで少なくても3年間、ダイヤモンドステータスを維持している方。で、期間中にですね、50万ベースポイントを獲得している方っていう風になりまして、これもね、かなりハードルが高いっていう風になりまして、まあ、なかなかね、難しいところだと思うんですけども、まあこういった感じでですね、こちらを達成している人はですね、このダイヤモンドステータスね、1年間ね、延長することができるっていった形になるんですよね。で、こちらね、確か1回しか利用することがね、できないので、まあ、もしね、これ達成している方であってもですね、利用するのはね、1回しか利用することができないので、慎重にね、利用していただければなと思います。でもこれすごい特典ですよね。資格を延長するっていうのはね、1回ですけども、利用することができるっていった形になってるんですよね。ということで今回ですね、ヒルトンホテルね、9泊でダイヤモンドステータスになれるステータスマッチについてね、解説させていただいたわけなんですけども、2021年もね、もう9月末で、あと数日でね、10月になって、もう本当に2021年ね、終わるっていう風になりますんで、ヒルトンホテルのダイヤモンドステータスね、獲得されたい方はですね、ぜひね、今のうちにね、狙っていただければなと思います。このね、ステータスマッチのね、条件が緩和されているのは、まぁ、ちょっとね、いつまで続くかはね、わからないっていう風になりますんで、おそらくね、2022年の特別対応がこの前発表されて、2021年よりちょっと条件がね、緩和されているのがね、ちょっと悪くなってるんですよね。ですので、このステータスマッチでですね、今9泊でダイヤモンドステータスになれるっていうのは、おそらくね、2022年はね、こうならないと思うんですよね。まあ、あくまでね、私の予想ではあるわけなんですけども、今まではですね、10泊でゴールドで18泊でダイヤモンドだったんですよね。このステータスマッチっていうのは。ですんで、2022年はですね、こちらにね、戻るんじゃないかなっていうふうに個人的には予想しておりますので、ヒルトンホテルのね、ダイヤモンドステータスね、お得に利用されたいっていう方はですね、2021年中にですね、ステータスマッチの申請ね、しといていただければなと思います。で、このステータスマッチっていうのはですね、一度きりしかね、利用することができませんので、動画のね、中でも言いましたけども、ヒルトンゴールドステータスね、欲しい方はですね、ステータスマッチを利用するんではなくてですね、ヒルトンアメックスね、クレジットカード発行していただいてですね、発行していただければですね、一般カードであってもゴールドステータスね、獲得することができるっていう風になりますんで、まあ年会費はね、1万5000円プラス税金ということで、税込みね、1万6500円かかるわけなんですけども、まあホテルのね、朝食はね、結構お高いっていう風になりますんで、5回ぐらいね、利用していただければね、元は十分に取れるかなっていう風に思いますので、ゴールドステータスをね、狙っている方はですね、入会キャンペーンもね、今パワーアップしておりますので、一般カードね、検討していただければなという風に思います。
またですね、ヒルトンホテルね、宿泊される方はですね、ヒルトンホテルね、キャンペーンやっておりまして、こちらもね、エントリーが必要なね、キャンペーンっていう風になりますんで、宿泊される前にですね、こちらもね、エントリーしといていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。